6月13日14日の2日間、福岡市の天神イムズ前で野遊びビレッジというイベントが開催されました。このイベントは人が集まる、つながる、遊ぶ場所をコンセプトにザ・ビレッジプロジェクトと天神イムズがコラボして実現したものです。食事やワークショップなどが楽しめる村のお祭りが都心にやってきたこともあり、会場は多くの人でにぎわいました。